はい、どうもエンタのゲームインザボックス。今回から新シリーズということでラジオ動画をやっていきたいと思います。題してエンタのラジオインザボックス。どうですかリバーブ。ただこれやりたかっただけって言われたらそうなのかもしれないですはい、ということでラジオインザボックスということで、ラジオ動画やっていきます。もうなんかね、ゲーム実況だけではこう言い切れないことをね、まあ、このコーナーでやっていければなと思っとるわけですけれども、まあそういう感じでやっていきます。もうただひたすら喋るだけの動画で、あんまり変わり映えのない映像というか、映像もない、ただの喋るだけの動画なんでね、楽しんでいただければと思っております。で、今回第1回目なんですけども、第1回目はですね、実は、とある企画に参加しようと思ってまして、まあじゃあその企画発表しましょうか。またリバーブかけよう。居残りタグゲームに参戦参戦っつってねそう、居残りタグゲームっていうのをね、回ってきまして、まあそれをちょっとやっていこうかなと思っております。居残りタグゲームというものはですね、居残りさんという方がいまして、最近チャンネル登録していただきましてね、動画にコメントいただいたりとか、非常にありがたい視聴者が居残りさんっていうね人がいまして、その方が発信したそのタグゲームっていうのは、まあなんか質問に答えたりしていって、で何人かに回していくみたいな、そういうタグゲームがありまして、まあ、それがこう巡り巡って私の元に回ってきたということで、まあ、この企画に僕は参戦しようかなということで、まあ、やっていきたいと思います。今回第1回のはその居残りタグゲームに挑戦ということで、挑戦というか参戦ということでやっていきます。今回居残りタグゲームを回してくれた方、その方はですね、色彩パレットさん、まあ、パレットさんですね。パレットさんと最初に会ったのはですね、僕がまだチャンネルを開始して1ヶ月ぐらいしか経ってない頃ですね、ワンダープロジェクト J 機械の少年ピーノっていうね、ゲーム、スーパーファミコンのゲームなんですけど、まあ、これをやったんですよ。で、2本目の動画に初めてね、僕のチャンネル史上で初めてこうコメントがついたんですね。で、その最初のコメントを書いてくれたのがそのパレットさんなんですね。だからすごくね、記憶に残ってるんですよね、そのコメントの内容とかそういうものが、なんか記念すべき一人目っていうのは、ね、なんかそういうありますよね、記憶の中に 残りますよね、非常に嬉しいですよね、そういうの。まあ、そんな方、パレットさんから、回ってきましたので、今回は、じゃあ、そのタグゲーム、居残りタグゲームをやっていきたいと思います。はい。じゃあ、もう、スピーディーに行きますよ。もう行きますよ。4つの質問に答えて、2人に回すっていうルールだそうです。4つの質問全部読んでいきましょうか。はい、4つ質問あるんで、じゃあその質問に4つ読んでいきます。1つ目の質問、アップしている時間、動画の撮影時間はっていうもの。2つ目、 YouTube 以外の趣味は。3つ目、好きな日本の歌手は。4つ目、 YouTube で投稿するようになったきっかけは。この4つでございます。じゃあこの4つ順番に答えていきたいと思います。じゃあ1つ目、アップしている動画の撮影時間はということで、このね、撮影時間っていうのはね、僕はどういう意味の撮影時間なのかなってちょっと思ってたんですよね。撮影時間ってその撮影している時間帯なのか、撮影しているその時間の長さを聞いているのかっていうね、そのどっちなのかなって思っちゃって、もうこれ両方答えます。撮影している時間帯は基本的にはもう仕事の関係でね、日付変わるあたりに帰ってくるんで、
基本的には深夜です。深夜に動画を撮影しています。今もこの居残りタグゲームも深夜に収録してますんで、リバーブかけて変なテンションでやっておりますそうで、撮影時間、撮影しているその期間、何時間ぐらいやってんのみたいな、そういうとこでしょ多分。それはまあ動画にもよりますけれども、まあ 4,5 時間です。長くて、短い時でもう2時間ぐらいですね、うん、2時間から5時間ぐらい、うん、だからもう今の季節で言ったらもう空が白んでくるぐらいまでやってたりしますね、うん、まあまあ仕事が始まるの遅いっていうのもあるんですけれども、そんな感じでもう夜が明けるまでやってたりしますからね、うん、でそれはもうこういう編集して短く20分ぐらいの動画にして何本かに分けて、でそれを毎日投稿しているという、まあ、そういうスケジュールでやっております。うん、さあじゃあ次の質問いきましょう。2つ目の質問、 YouTube 以外の趣味はということで、これですね、 YouTube 以外の趣味、まあゲームっていうのはあるんでしょうけど、まあそこら辺に言っても面白くもないんで面白くないんで、じゃあちょっとね、3つ目の質問とちょっとかぶってくるんですけどね、好きな日本の歌手はっていうところにちょっとかぶってくるけども、まあ趣味として音楽鑑賞っていうのはあるんですよ、確かに。だからさっき3つ目の質問答えます。この好きな日本の歌手はっていうのはですね、実は僕のチャンネルの名前、うん、に由来してくるんですけども、エンタのゲームインザボックスっていうタイトルなんですけどね、このチャンネルの名前に由来するんですけども、そのピープルインザボックスっていうねバンドがいるんですよ、うん、今ちょっとアニメの主題歌っていうかエンディングテーマをねやってまして、ちょっとにわかにちょっとこう知名度が上がり始めているバンドなんですけどね、もうこのピープルインザボックスがすごい好きで、もうあのライブに行ったりとかね、まあ CD は全部持ってますし、 CD もね、その CD の棚にねジャケットをそのままこうなんすか、 CD をこう背にしてこう並べていくじゃないですか、普通は。じゃなくてもう何でしょう、純駆動書店のでっかいお店の時に飾るような、こう表紙を前にして飾るみたいなねわかるかな、伝わるかなそれまあもしかしたら写真載せてるかもしれないですけど、うん、まあまあ編集でなんとかしてます。そんな感じで、 あんな感じで飾ってます、うん、だからそれぐらいすごくなんかアーティスティックなジャケットもしてるし、曲もなんかすごくね、なんかすっごく練ってるような感じの、こねくり回してる感がすごいんですよね、音楽を。それがすごくね、聞いてて面白いし心地いいし、すごく僕好きなバンドです。だからもうそのバンドの名前、 People in the Box っていう名前をこちょっとお借りして、 Game in the Box っていうタイトルをつけたぐらいね、もう僕は好きなバンドでございます。うん、まあそんな感じですかね、うん、好きな日本の歌手はって聞かれた People in the Box で最近答えておりますそんな場面ないか、そんな場面ないな、そんな場面なかったわ、そんな場面あるんかいっていうねこれいらんな、リバーブいらんな。で2つ目の質問に戻ってですね、他の趣味なんかないかなと、まあ、僕の中でこういろいろこう頭を巡らしていますと、うん、まあ何にもならない趣味なんかもしれないですけどね、まあクソみたいな趣味かもしれないですけども、まあそのプロフィール欄に書くようなことでもないクソみたいな趣味ならあるんですよ、まあ、ちょっと何個か言ってきます。まず一つ目は帰り道に基本的にやるんですけども、帰り道もうなんかずっと同じ道をね通って帰るのっていうのが嫌いなんですよ、仕事帰り同じ道を通りたくないんですよ。だから毎日ちょっと違う道をこう通ってみたりとかして気分転換するのが好きなんですよね。でその中で一つあるのが、
自動販売機、飲み物の自動販売機をこう見て、知らないメーカーのなんか飲んだこともないような飲み物を探すっていうのが最近楽しいんですよね。なんでしょうね、あの冒険してる感がすごい、いろんな意味で、いろんな意味で冒険してる感があるんですよね。もう安定したその大手飲料メーカーの飲み物を飲むのはそのまあ安心感があるからなんですけども、その全く知らないようなメーカー、それどこっていうようなメーカーとか、何味っていう、もうなんかさっぱりよくわからない味をした飲み物を飲んだりする、それを発見した時がすごく楽しいんですよね。だからもう趣味としては、だから知らない自動販売機を探すっていう知らない自動販売機を探して、そこにある飲み物を飲むっていうね、知らない飲み物を飲むっていう、それが楽しいですね。それが趣味かな。うん、こんなん絶対プロフィール帳には書かないけどね、うん、クソにもならない趣味ですけれども、まあそんな趣味があるかな。うん、あともう一個ね、もう一個は価格 .com、 うん、価格 .com、 なんかランキング形式である商品のその安売りしているところをこう一か順番にこう並べるみたいな、ネットショップで安いところをこう探せるみたいな、そういうサイトがあるんですけども、まあ、それをですね、全く興味のない家電をお気に入り登録にしておいて、その商品がこう上がり、値段が上がってるか下がってるかを見るっていうのが楽しいんですね。まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、例えばもう全く興味のない商品ですよ。僕は男だから、まあ、美顔器なんか全く興味ないですよ。美顔器なんかいらない、絶対いらないけれども、美顔器をお気に入り登録しとくんですよ。そしたら、その、登録するとですね、何円下がりましたみたいなメールが届けるんですよね。届く設定ができるんですよ。それ設定しとくんですよ。ね、あ、この日何円下がりましたよみたいな。お買い得ですよみたいな感じのメールが来るんですよ。そのタイミングを、それを、そのメールを見るだけっていうね。あ、今下がったんだみたいなね。そういう、それ楽しくないですかね。なんで聞いたんやろ。それ楽しくないですか、うん、いや、そのなんかね、デイトレーダーとかね、うん、株をこうやってる人たちが、毎朝朝9時から昼の3時まで6時間その株を取引し続けるわけですよ。でここのこんだけ下がったタイミングで今買って、ちょっと上がったんだったら今売ろうみたいな感じのことをこう日々やるわけじゃないですか。デイトレーダーっていうのはね、その気分になれるっていうかね、うん、お手軽な株を楽しむみたいな、そういうのがある意味楽しいなって僕は思うんですよね、うん、だから例えば美顔器がね、今日は3円下がって次の日は6円上がるみたいなね、そういうこと、あ、このタイミングで株を買ってこのタイミングで売ればよかったみたいなね、そういう置き換えができるみたいなね、そういう、まあ、グラフを眺める楽しさ、どうですか、どうでしょうかまあそれが僕は好きですね。そういう趣味があります。価格 .com のグラフを見て一喜一憂するっていうね、趣味があります。これもだからプロフィール帳には載せられないようなクソみたいな趣味ですけれども、まあぜひ興味のある方はやってみてください。あとね、もう一個、これから趣味にしたいなっていうことがあるんですよ。これがですね、まあ、多分動画を作ってる人たちは思うことかもしれないですけども、なんでしょうね、自分の動画に合う曲を見つけられないっていうか、なかなかその自分の気持ちにマッチした曲が見つからないですよね。僕は箱開封動画って言ってね、次回予告動画を作るんですけども、次回予告動画に毎回そのある程度ため撮りした、
実況動画の中からこう厳選してこう予告動画を作るんですけどね、予告動画を作るときにだけ BGM をかけるんですよ。でその時にこう例えばホラーゲームだったらちょっとこうおどろおどろしい感じとか、なんでしょう、育成ゲームだったらこうちょっと楽しい感じの音を流してみたりとか、あとサバイバルゲームだったらこうちょっと映画のそのね、映画の予告編みたいなこうオーケストラチックの激しめの音みたいな、そういう BGM をこう探してそれを当てるわけですよ。まあそういうことをこう日々こう考えるんですよね、その編集するときに、あこの音楽はこれに合うんじゃないかみたいなことを考えて、それに合わせて、まあ、動画をこう区切って編集していくんですけれども、なかなかその動画っていうか自分が載せたい音っていうのをすぐさま見つけられない時があるんですよね。それがちょっと あれだなと思って、あんま良くないなと思って、なんかできれば自分で作りたいなって思うようになったんですね。だから今趣味にしたいなっていうことは曲を作りたいなって、曲作りを趣味にしたいなって思ってるんですね。うん、だから今ちょっと必要な機材とかをこうちょっとずつ買い集めていってるって感じですかね。あんまりスペックの高くないノートパソコンなんですけど、ノートパソコンに今その音楽作成ソフトみたいなを入れて、あとちょっとキーボードみたいなのを買って、まあ、それでなんかできればいいかなと思っているところです。ただ僕楽器が弾けないんで、そのキーボードで音を探り探りで入れていくみたいな感じになるかもしれないですけどもね、なんかがあれば、なんかが間違ったらできるかもしれないですねそんな奇跡を願おうと思って、今趣味にしようとしていることとして、曲作り、自分で作曲してそれを動画に使うみたいなことをやっていけたらなと思っております。うん、YouTube 以外の趣味はまずゲーム、あと音楽鑑賞で、あと自動販売機を探す自動販売機で知らない飲み物を探して飲む、あと価格 .com の価格の変動グラフをただ見る、でこれから趣味にしたいことは音楽を作る、これぐらいの趣味でしょうか。参考になったら幸いですなんやねんそれって、なんやねんその参考になったら幸いですみたいな、それなんやねんってね、なんかリバーブかけるとスイッチオンにするとバッてなるね、バッてなるさあ4つ目の質問です。 YouTube で投稿するようになったきっかけは、これね多分みんな一緒なんじゃないかなと思うんですけどね、なんかでこう例えばゲーム実況やってる人だったら、なんかでゲーム実況っていうのを知って、あじゃあこの人がやってるみたいなことやってみたいなっていうのを思って多分動画上げて作ってるんだと思うんですけれども、まあ、僕も漏れなくそれです。まあ、ある人の動画を見て、あじゃあ自分も動画で作りたいなと思って、それで作りましたってか作ってます、今こうやってね、そんな感じですよ、まあ、基本はそうかな。それかまあ動画を作ることを趣味にしてる人とか、あとはゲーム実況したいっていう唐突に思った人とかね、空から降ってきた人がね、空からゲーム実況したいっていう思いが降ってきた人とかね、そういう人たちなんでしょう、まあ、おそらくそういう感じのことじゃないですかねみんな、まあありきたりなことなんかもしれないですけども、まあ僕もそうそんな感じということですね、ということで4つの質問答えたんですけれども、実は一つ質問を変えてもいいということなんですね。
らしいです。それルールらしいです。でこれ次に回す人に質問を変えて回すっていうことができるんですけれども、もう僕この時点で次に回す質問を答えてやろうと思いますなので5つ目の質問、僕ね4つ目の質問ね、その YouTube で投稿するようになったきっかけはっていう、それをね変えたいんですよ、うん、これまあいい質問ですよ、いい質問ですねって、いい質問ですねって言えるけども、いい質問ですねって言いたいけれども、うん、変えましょう。これ4つ目の質問ね、これ変えます。4つ目の質問変えて、新しい質問はですね、質問じゃないかもしれない、新しい質問じゃないかもしれないけども、4つ目をですね、 YouTube あるあるを教えてくださいっていうのに変えますこれねあると思うんですよ、いっぱいあると思うんですよ。 YouTube 見ててこれどうなんだよみたいなことがあると思うんですよね。それはもう見てる人もそうだし、作ってる人もそうだと思うんですよ、投稿してる人も、それぞれなんかいろいろあると思うんですよ、これどうなんだよっていうところが、うん、まあいいことでもいいし悪いことでもいいし、いいので YouTube あるあるを教えてくださいっていう質問に変えます。これ4つ目ね、 YouTube あるある、何でもあると思うんですよね。僕あの別に投稿、あのゲーム実況投稿してますけども、僕も一応いろんな人の動画見てるんで、見る側の立場の人間でもあるわけですよ、うん、だからちょっと一個ずつ挙げますと、まず作ってる側からしたあるある YouTube あるこれね、じゃあリバーブかけようか、動画投稿にめっちゃ時間かかる、これあると思うんですよ、うん、これアップロードめっちゃ時間かかるやんっていう時がありません？僕ね一回あったのがね、動画を2本一気にアップロードしたんですよ。アップロードボタンを押してね2本上げたらですね、3万分って出たことが、3万分ですよ、うん、3万分って何分、何時間なんの、ちょっと調べてみよう、3万分って何時間、ね、これ3万分は500時間です、500時間、500時間ってことは20日と20時間ってことですよ20日と20時間分かかるっていうね、うん、いや実際そんなかかってないですけどね、かかってない、それ幻なんですけど、幻なんですけど、20日かかるって言われたらね、もう何よってなりますよね、なんでそんなかかんのよみたいなね気持ちになってきますよ、うん、そらそうだ、なこれ YouTuber あるある、アップロードにめっちゃ時間かかるっていうね。で次 YouTube あるある、今度は視聴者側あるあるね、僕いろんな人の動画見てて、最近の話ではないですけども、 YouTube あるあるね、あのアイブ先にヒゲめっちゃ気にされてめっちゃキスされる、これね去年の秋ぐらいから増えたんですよ。 YouTube 見てたら結構動画広告が流れるんですよね、いろんな人の動画見てたら、利益化してる人とか、なんか権利者の動画に当たってる人とかは広告が自動でつくんですけども、その広告っていうのはなんかっていうか、自分のその登録している情報、今何歳で、性別
がこれで住んでる地域がここでみたいな、そういう情報をもとにこうその人に合った広告をこう流すんですね。だ僕は今20代の男性で日本に住んでるから、あのジレットって言ってね、ヒゲ剃りメーカーのね広告がつくんですよね。広告が流れるんですよ。で一時期その去年の秋ぐらいはもうほとんどそのジレットのそのヒゲ剃りなんですよ。ヒゲ剃りの CM、うん、でその時の CM をやってたのが相武咲なんですよ。で相武咲が、あ、ヒゲ生えてるよみたいなこと言ってきて、でヒゲ剃りを剃った後にじゃあキスしてあげるみたいな感じでキスするっていう、その CM をめっちゃ見たっていう YouTuber ある。これ多分同じぐらいの歳のその男性で YouTube 見てる人は多分1度か2度ぐらいこの CM 見てます。だから多分男性はめっちゃウケてると思いますよこの話めっちゃあるそれっていうね、なってると思います。やっぱね、このあるあるっていうのはね、あのお笑い芸人さんのネタとしてカテゴリーができてるほどその面白いんですよね、うん、あるあるっていうのは。だからぜひね、これ次の回す人たちにね、これ YouTube あるあるを言っていってほしいなと思います。なので4つ目の質問は YouTube あるあるを教えてくださいに変えます。さあそれでは次に回す2人を紹介します。まあこれはね別に強制ではないですから、まあもしこの動画をねそのお二人が見て くださってて、しかもそのラジオ動画というかそのタグゲームやりてえって思ったらぜひやってほしいなっていう、そのあわよくばどうぞみたいな、お手すきでしたらどうぞみたいな、そういうご提供のご提案の仕方で、まあ、今回二人に回したいと思います。まず一人目はですね、あの僕チャンネル開設当初にまあ、とある人のその YouTube コミュニティみたいなところでね知り合いました。半蔵さん、半蔵さんに、タグゲームを回します。なのでよければお願いします。お願いしますてこすってる音聞こえてるかな。お願いします。まあ、半蔵さんはあのステルスゲームを基本的にやるっていうか、ステルスゲームをプレイをステルスゲームでプレイしていくっていうスタイルでやっていまして、今最新のゲームのね、ウォッチドックスとかを、まあ、できるだけ敵に見つからないステルス状態でプレイしていくという動画を上げていますね。うん、だから結構過去の動画とかでもね、あのスナイパーエリート V2 だったっけ、そういうねスナイパーゲームがあるんですけども、まあそれもステルスプレイでやってはりましたね。そんな感じで、まあいろんなゲームをステルスプレイでやっていくっていう、そんなチャンネルでございます。まあもちろんそれだけじゃないですけどね、うん、まあいろんな知識量がすごくある人なんで、ゲーム実況とかお話が面白い方なんで、まあぜひこのタグゲームっていうのをやったら面白いんじゃないかなと思う、まあ、半蔵さんに回すことにしました。はい、ぜひ半蔵さんのチャンネルも説明欄の方に書いておきますので、概要欄の方載せておきますので、まあぜひご覧ください。じゃあ2人目はですね、実はまだコンタクトをしたこともない人なんですけども、ただ僕はすごく動画を見てるんですよ。僕はすごく好きで、この実況者さんの動画がすごく好きで、僕はすごく見てるんですけどね、まだコメントは書いたことないんです。僕が好きなゲーム実況をしている方に次の方回したいと思います。2人目はですね、
お手頃マグロお手頃マグロさん、もし見てたらよろしくお願いします。ラジオ動画したいって思ったらお願いします。ということで、お手頃マグロさんなんですけれども、まあ、お手頃マグロさんはですね、もう優しい声をしてるんですよ、本当に。うん。絶対悪い人じゃないっていうね、そういう声をしてはりましてね。まあ、動画としては、そうですね、企画力がすごくあるんですよね。昔、ちょっと前の動画で言うと、マインクラフトの、なんだったかな、バンブーモッドだったかな、その竹とかね、そういうのがこう入るモッドを入れて、その歴史的建築物をマインクラフトで作ろうよみたいな動画を上げてありましてね、それがすごく面白いんですよね。マインクラフトはその ドットの世界だから、細かいその曲線とかは作れないんですよね。ガクガクガクってなるんですよ、その四角だから。だからその細かいそのディテールを出すには自然と建築物がでかくなるんですよねだからその歴史的建築物、例えば高床式倉庫とかそういうものをね、こう作ろうとするとなかなかうまいこと作れないんですよね。だそこに飛び込んでいったっていうのがまず面白いですよね、その企画が。うん。あとはですね、無料体験版とかをこうプレイしていくっていうコーナーとかね、デモってデモってっていうやつとか、そういうのも面白いですよね。うん、だから、ぜひ、お手頃マグロさんのね、タグゲームやってみたいなと思ったら、ぜひこの居残りタグゲームやってみてください。ということで、もうお一人さんはまだ交流しら取ってないっていう、お互いにチャンネル登録はしてるけど、まだそんな文章を通じたことすらない方に回しちゃいましたけれども、一応この二人、半蔵さんとお手頃マグロさん、この2人にまあぜひね、動画コンテンツに困っていましたら、うん、なんかこう他なんか いろんな動画作りたいなと思ってたら、ぜひこのタグゲームっていうのはどうでしょうかというご提案を2人にしましたので、まあぜひやりたいと思ったらやってみてくださいね、人見知り感が出てるでしょ、ここ。そうそうそう。人見知り感が出るんですよね、こういうの、こういうところね。こういうタグゲームのこの怖いところね。うん、人見知り感が出るっていうね、うん。怖いんですよ、こういうの。まあそんな感じで、居残りタグゲームということをやってみました。どうでしたでしょうか、4つの質問を飛び越えて5つ目もやっちゃいましたけれども、そんな感じで4つの質問を答えていきました。ね、もちろん今回のタグゲーム回してくださったパレットさん、そして居残りタグゲームの発信者居残りさん、まあ今回紹介した全員の人のチャンネルもリンクしてますので、そちらもご覧ください。あとついでによく聞く日本の歌詞はっていう質問に答えた People in the Box、 People in the Box のおすすめの曲も何曲か紹介しておきたいと思います。それも概要欄に載せておきますので、まあ、そちらもご覧ください。ということで、居残りタグゲームやってみました。いかがでしたでしょうか。まあね、実はこれもう2回目なんですよ、これ収録。1回目ね、喋りすぎちゃってもう編集がもう嫌ってなっちゃったんですね、うん、1回目喋りすぎちゃった、本当に1時間以上喋ったからそれをまあ聞こうと思ったらもう大変です、うん、でそれを編集しようと思ったらもっと大変だったんで、
撮るだけ撮って1回目やめたんですよね、5月ぐらい。で2ヶ月のブランコを開けてから今回撮ったら、まあ、ちょうどいいぐらいの時間になったんじゃないかなと思ったので、まあ今回この動画を作りましたということで、エンタのラジオインザボックスとして第1回目居残りタグゲームやっていきました。まあぜひあのなんか思ったことあったらコメント欄に書き込んでいただければありがたく思いますということでラジオ動画、初のラジオ動画ということで、まあ至らぬところもあるかもしれないですけれども、楽しんでいただければ幸いです。ではまた次回ラジオインザボックスもしくはゲーム実況でお会いしましょう。エンタでした。タグゲーム面白いね。